はい、どうも清水です。仮面ライダートランセンドヒーローズやっていきたいと思います。はい、前回の強敵イベントも終わり、今回またまたコアさんが来ていらっしゃいますね。はい、そんなわけでこんな感じだよね。強敵イベントではね、なかなか、SE のね、牙の特攻が当たってたので頑張ろうかなと思ったんですけども、いやー、やっぱ1時間にね3回戦うのをずっと張り付くって大変ですね。本当に上位陣の方は素晴らしいと思います。2体しかもらえませんでした。星5ゾルダですね。映画でも超活躍してましたね。はいね、でもまあ本人さん出てきたんでね、すごく嬉しかったです、北岡さん。はい、でそんな感じだと、あとね、仮面ライダー電王ソードフォームイベントさんですけども、こちらは、5体いただきまして、貫突しております。俺参上。ほんで、いっぱいもらいました。仮面ライダーストロンガー星5、これ3体ぐらいは、ランキング報酬じゃないや、あの頑張ったね報酬でもらえたんですけど、さらにあのランキングの方で5体ぐらいもらったのかな、4体かな、わかんないけど、あぶれまして、貫突しております。かっこいい昭和。まあ、今回ね、イベントでやってるので、ゴーストのグレートフルがもらえると。もう星5がね普通にもらえちゃうんだよね、まあ、さっきからそうなんだけどまあこちらも貫突させていただいております。グレートフル、マースもらったりとか、なんかメテオをたまに落としたりとかで、また別のやつでね、ウィザードオールドラゴン、あと1体手に入れたら終わりって感じかな。で今日何するのというわけで、こちら超ライダー祭り、やっぱり来ましたね。はいね、ストームコインもバッチリ溜まっております。ガシャ内容見ていきましょう。はい、こちら初の星6仮面ライダーファイズアクセルフォームショート、素晴らしいですね。アクセルクリムゾーンスマッシュリベンジってこともあるぜ、吹き飛ばし高速状態にならないなどなどね、スターティングスイッチ、これも素晴らしいですね。ギュンギュン光ってんの星6ショートが欲しいんだね。ロングはこの間 SE の牙が当たったのでいいかなって感じ。リュウキサーバイもいるしね。でミドルはあの星6、2人ね、サイクロンジョーカーゴールドエクストリームと新1号がいるので、やっぱりショート枠がねちょっと弱いんですよ。で今回のコアもやっぱりロングで来てるのでショートで攻めたいんですけども、いないんだよね、星6がいないんで、うーんって感じで、他にもね RX、 こちらも星6ロングですけどね、素晴らしい、かっこいいね、リボルケンが光る光るなどなど、ピックアップのユニットの方もね結構多くて、星5、アマゾンズのお二人もねいらっしゃっております。ネオは来てないですけどね、まあ、ネオはちゃんとね、まあ放送ある程度始まってからの方がね DRA なんかもかっこいいのが作れていいんじゃないでしょうか。うんね、あそうそう、この間ね新規でマキシマムが出てね、いや素晴らしいね、エグゼイドからの新規ユニットっていうことで、まあ、今回はこれ入ってない、あ入ってた、これね素晴らしいですよね。なかなかあの盛り返してきているような気がします。頑張ってね新しいユニットも入れていただいて、やっぱりあのいいよね新しいユニットってね。でもゾンビが欲しい、ゾンビが欲しいの。はい、こちらはねミドルなので、というわけでね、こんな感じの超ライダー祭りガシャ、よく見てください。ストームコインが106枚溜まっております。すごいね、意外と溜まるもんですね。まあ映画連動の記念とかでね毎日ストームコインもらえたので、なんやかんやで106枚、ストームコイン50枚使って11回ガシャル ×2 の22連回していきたいと思います。よろしくお願いします。では早速やっていきましょう。まず1回目の11連いきます。いくぞ。はーい、おなんかラグってるけど、おーっと虹、はあ、マジかー、マジでかー。まあ虹がね出てるってことで、なんかごちゃごちゃしましたけど虹が出てるってことで、まあね、お察しであるとは思いますけども、まあまずいつも通り下の段から見ていきましょう。
はい、こちら。じゃん、星さん、仮面ライダーベルで星さんのショート。ふん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 。はい、ベルでいいよね。あの黒田アーサーさんはベルですっごい気に入ってて、深夜枠でベルで主役でやんねえかみたいな話を当時されていたらしいですね。懐かしいですね、ベルで。はい。そしてアギト、ストームホーム、星さん、ミドル。クーガー、ライジングマイティ、星さん、ミドル。ベリーズキッド、星さん、ロング。シャウターコンボ、星さん、ロング。ドライブタイプスピード、ミドル、星さん。はい、タイプテクニック、星さん、ロング。ここまでずっとね、星さんなんだけど星さん多くね。はい、そしてこちら。はい、仮面ライダーカブト、ハイパーフォーム、ピックアップですね、これ。星4のショット。そうそう、ハイパーカブトは一切ね、ユニットとして持ってなかったと思うんで、まあ、ありがたいっちゃありがたいんですけど、星4かね。うん、はい。どうなんだろうね、これね。よく見ておけ、本当の太陽の輝きを。これ本当に似てるよね。似てるっていうか、なんかこう役と合ってるって感じだよね。水嶋ヒロさんというか天道総司だよね、この声。ご本人じゃないけどね。はい、オズガタキリバコンボ、星4のショートですね。星4ショートは初めてか。ガッとガタガタというわけで、下の段一気にほとんど星3でしたけども、はい、では上の段の右側を見ていきましょう。こちら、ドン、仮面ライダーゴースト無限魂、星4。おや、おやってなるよね。星4か。ここで星5の無限魂とか来たらいいのにね。星4でした。はい、ショットです、これね。タケル殿の声聞いとこうか。あ、素晴らしい。命燃やすぜ、いただきました。はい、こんな感じでね、どうこれ微妙じゃない。まあでもね、虹が一体光っていましたので、もうね、もったいぶらずに一気に見ていきましょう。左上、こちらです。ドン、仮面ライダーダブル、サイクロン、ジョーカー、ゴールド、エクストリーム、ミドル、星6。2体目です。そうか、2体目来たか。あー、そうか、ありがとうございます。星6というのはとても嬉しいのですけれども、これね、このね、アクションですよ。アクションが攻撃じゃないんですよね。他の星6は全部見てないですけど、結構攻撃のね、アタックのものが多いと思うんですけど、なぜかあのゴールドエクストリームさんは自分のヒットポイントを 8% 回復っていうね。 8% って計算してないですけど微妙じゃないね。え、なんかマルチとかでも何回か使ってみたんですけど、あのビビたる回復だなと思いながらやってて、うーんって感じ。しかもミドルなんで。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。負ける時の音声流れちゃった。はい、ではでは、ふーんって感じですね。星6は来てくれたもののって感じ。うん、まあ、気分変えてストームコイン50枚、もう50枚使ってね、さらに11回ガシャっていきます。いくぞ、よろしくお願いいたします。夜です。虹ではないがどうだ、来い。ほっほー、これびっくりしますよ、皆さん。いきましょう、下からね、順番にさっといきますよ。仮面ライダーゼクロス、星3ショート。仮面ライダーナイト、星3ロング。仮面ライダーチェイサーマッハ、星4ミドル。そして仮面ライダー電王ロッドフォーム、星4ロングニュー、ね、ロッドフォーム持ってなかったんですよね。今回のコアのイベントでも2万ポイントぐらいかな、貯めればもらえるみたいですけども、多分そこまでいかないんで、ありがたい、ありがたや。
はい、仮面ライダークーガアメージングマイティ星4ロング、ごめんなさい星5持っております。そしてブレーンブレーンブレーンロイミード星4ロング、はい、ベートーベン魂星4ロング、ね、あれニューだロング持ってなかったんだ、そっかそっか。はい、そして仮面ライダーダブルサイクロンジョーカー星4ミドル、はい、仮面ライダーアギトフレームフォームミドル星4でございます。はい、そんなわけで下の段はね、まあ星3が2体あと星4がザザザザッと続いていった感じですけども、うん、まあまあまあちょっとパッとしないですね。そして上の段見ていきましょう。こちら仮面ライダービースト星4ショートでございます。そうですね、ビーストね。はい、さあ食事の時間だ。はい、食事の時間だぞ。そして左上見ていきましょう。こちら仮面ライダーキバドガバキフォーム星4ロング星4ロング。おいおい、こりゃなんだい、おいおいおいな。ですね、11体いてですね、星3の方が2体で、星4の方が9体来てくださいました。これはハズレじゃない正直ね、その前々から言ってますけど、星4の使いどころが分かんないの。よっぽどのスキルを持ってないと使わないよね。使う？使います？貫突してたとしてもって感じになんない？この星6持ってないと微妙、勝てねえかなみたいな、この時代にね生まれついてそうか、なんかコレクションが増えたな、やったぜ。なんかね、楽しみにしてた超ライダー祭りガシャですけども、ストームコインを100枚使ってなんかあれーみたいな感じになりましたねいや、まあ星6一体来てるんでね、それを考えたら全然いいのかなって感じもしますけど、しますけどもね、もうちょっと欲しいよね。あれなんだろうこれ。そっか、俺のライダー祭りは終わったわ。でまあなんなんで、まあガシャチケット使ってさ、ストームガシャ、こちらですね、ガシャ内容見てみましょう。コズミックですよね、星6カズミックステイツです。これねショートだしね、まあ今撮ってももうあのイベント終わりかけなんでどうかなって感じもしますけど、まあ撮ってもってね、撮るわけねえじゃん、この感じのね流れで。はいね、でこれゼロドライブの星5かっこいいよね、これかっこいいよね、かっこいい。でまあ他もろもろって感じだよね。ゾンビもいるしさ、ここで来るよねこの流れで。さあ、じゃあもう28枚あるからもう好きなだけ引こうぜ。なんかこれいいのっていうのが来たらやめますし、来なかったら28枚解けるっていうね、でむせび泣いて動画を終了するという感じにしていきたいと思いますよろしくお願いします。ではチケットで28枚ストームガシャ引いていきたいと思います。ドン。はい、バースプロトタイプ星3ショート、はい、ディケイド星4ディケイドショート、はい、アギトストームフォーム星4ロング、はい、マシンチェイサー星4ミドル、おっとキックホッパー、おー初めてだ、星4ですけどね、キックホッパーロング来てくださいました。おー、なんかフィギュアーツの真骨頂でもさ、キックホッパーとパンチホッパーが出るみたいで悩んでおります。私ライアーライアー星4ロングライアーね、そうかまあ王者もゾルダも復活したしね、ライアもみんなね、龍騎勢どんどん復活してくれたら楽しいよねおい、あ仮面ライダーガタックマスクドフォーム、
星さんだった。めっちゃ喜んだんだけど、星さんロングでした。はい。でも初めてですね。ありがとう、鏡。鏡。はい、スナイプシューティングゲーマーレベル2、星さん、サポート。8枚ですね。あと20枚もあるからね。でも星、なんか流れがおかしいな、今日は。行くぞ。はい、ダブルサイクロンジョーカー、星4、ミドル。これさっきもなんか見たような気がするな。はい、ディケイド、おじさん、ミドル、つかさ。おっと、お、武蔵魂、星4、ミドル、おにゅうでございます。なるほど。あ、今日なんかゴーストいっぱい来る感じするな、なんかゴースト勢が。おい、V3、星4、ミドル。そうか、星4の V3 か。いや、まあ V3 かっこいいけどね。星6の V3、今回のコアのイベントでショートがいいじゃないですか。でショートの星6の V3 めっちゃいいよね、あれね。ロングに対してのアタックアップみたいなのテクニカルかなんか持ってるし、すっごいねフレンドさんで重宝しております。ただこれは星4でございます。はい、ダブルルナジョーカー、おにゅう、星4ショート。はい、クーガタイタンフォーム、星3ガードでございます、ね、このガードのマークと、タイタンフォームの紫がねとってもマッチして素晴らしいですね。おー、インフィニティ、カメラダウィザードインフィニティドラゴンね。星6はいなかったっけ。星5とかねいるんだけど、星4のロングでした。何の話だ、もうちょっとなんだこの流れは。でも、おにゅうですからね。ありがとうございます。ね、ちょっとしたアドリブだ。なになに？アドリブだって、あ、劇場版か。だいぶ忘れたな、劇場版の。インマジックランドだったっけな。陣内さんが出てるやつですね。あ、もう一回見直そう。はい。で、デオン、アクスフォーム、星3、ミドル。ね。はい。そうか。星3ってなんか少ないね、ここアタック、パッシブ、パッシブ、終了みたいなね。ありがとうございます。ゴキってやってるとこですね、これね。はい。なんだこの流れは。いくぞ。はい、オーズ、シャウタコンボ。こちらは星4のロング。なんかいつも見るシャウタとポーズが違うね。へぇ。助けられるところにいるのなら、俺は手を伸ばす。エイジくんね。へえ、なんかどうですか、いいのあります。うん、あ、微妙だな。ありがとうございます。シャウタシャシャシャウタシャシャシャ。ほい、キバキバフォーム、星さん、ミドル。 SE がいるから、 SE2 体いるから合成したけど、ちょっとなやばくね。戻ります。10枚、18枚引いて、やばいね。何にも来ないね。ちょっと戻ろう戻ろう。ガンガン戻って、ここでぐるぐる回して、ちょっとリセットしようぜ。そんな方法があるのか知らないけど。さあ、落ち着け。落ち着け、俺。大丈夫だ。ね。あと10枚引いて、きっと来るよ、いいのがね。落ち着け。頑張れ。大爆死だけは避けねばならん。行くぞ。行きます。あと10枚。はい、ゴーストグレートフール魂、星4ロング。星5がタダで貫突できるから、今ね、今の世の中星4出てこられてもな。封印状態を13秒短縮。微妙じゃない。どうしよっかね、タケル殿多いわ今日。はい、お、ジェネラルシャドウ、お珍しい。星3ロングニューでございます。別の属性で持ってたっけかな、わかんないけど。ちょっと縦にしてみようか。あ、戻っちゃった。まあ、いっか、もう。ジェネラルシャドウでしたよ。はい。やばいね。もうなんかね、くすんだ色のライダーしか飛んでこないんだよね。あと8枚。いきます。はい、アギト、ストームフォーム。なんか今日よく見るな、アギトも。なんだなんだ、かぶりまくってんね。おっと、とか言ったけど、ダブルヒートメタル、星4、ロングでございます。おち、龍拳、
ブドウアームズミッチ来てくれました。星4ミドル、ミッチ久しぶりだね。よかったね、会えて嬉しいよ。はい、キバキバフォーム星さんミドルで SE 持ってるって聞こえてなかったかな、おかしいな。はい、タイプテクニック星4ロングでございます。あと3枚ね。なんかやばいな、この時間帯がやばいのかな、何なんだろう。はい、ディエンド星3ミドル、あと2枚。おなんだこれ、ゴースト卑弥呼魂星3ロングおニューでございます。なんだこのポーズは。そうか、あ、初めてだね。うん。そうか、ゴーストで初めてのホームが来てくれるとは。ね。でも、タケル殿なんだね。これ、関さんの声でもいいよね。そうか、では最後、いきたいと思います。大爆死の予感しかいたしませんね。何が来るかな。はい、仮面ライダー。スペクター星4ショートでございます。ショート欲しいって言ったけどさ、ゴーストばっかりだな今日。そうか、どこまでも甘いっすか、すいません。誠お兄ちゃんに怒られましたな。これはもうすごいね、大爆死動画となりましたね今回は。はいはい、そんなわけでね、まあ、最初の11連でね、星6の、サイクロンジョーカーゴールドエクストリームが来てくれた時はおっと思ったんですけども、それ以降は、爆死続きということで見事な爆死動画と、なりました。なんだろうな、最近またちょっとあれですね、ガチャ運が下降気味ですね。一時期うわーってなったんですけど、一時期っていうかこの間の SE の時にダーンと来ただけですけど、いやまあストームコインも6枚まで減りまして、プレチケは0枚となりましたので、また楽しくねトランセンドやって、地道にまた貯めて、また爆死動画作っていきたいと思います。自虐。はい、では、すいません、なんかご視聴ありがとうございました。しめじでした。もう頑張ります、ありがとうございます。バイバイ。